日本郵便郵便事業 JP 日本郵便のステッカーが貼り付けられた郵便ポスト郵便配達用自転車郵便事業株式会社はかつて存在した郵便事業を運営する日本の会社である通称は日本郵便または郵便事業会社コーポレートカラーは郵便レッド2005年10月21日に交付された郵政民営化関連6法の中の 郵便事業株式会社法で規定されている、郵便の業務及び、印紙の売りさばきの業務を営むことを目的とする、株式会社として民営化当日の2007年10月1日、グループの持ち株会社である、日本郵政株式会社により、郵便局株式会社と共に設立され、急日本郵政公社から、主に郵便事業等並びに、所要の施設、職員等を承継した。 日本郵便では、郵便の収集、区分、差し立て、配達並びに、悠々窓口にかかる業務を行い、郵便の窓口業務は、日本郵便の単独店及び悠々窓口を除き、郵便局会社が担当する。初代の最高経営責任者県会長の北村、則夫は、トヨタ自動車の奥田博司、取締役相談役が、 日本郵政の社外取締役となった関係で、イタリア豊田会長から抜擢された。最高執行責任者兼社長のダン・ヒロアキは、旧校舎副総裁兼日本郵政副社長として、民営化の準備にあたり、会社設立とともにいずれも退任して、社業に専念している。2009年11月20日付で、ダンが退任し、ダンと同じく旧郵政省出身で、 総務審議官を経て、在ハンガリー大使であった、鍋倉新慎一が、社長に就任した。北村のりお会長は留任となったが、事実上 CEO 職からは解かれたことから、2010年3月末をもって会長職を辞任した。その後、鍋倉は、郵便局株式会社に吸収合併され、社長職を失するも、郵便局株式会社を、 存続会社として成立した日本郵便株式会社発足により同社社長に横滑り2013年には同じく旧郵政省出身で日本郵政執行役副社長を務めていた高橋徹が後継の日本郵便の社長に就任した愛称の日本郵便はこの企業が提供する郵便サービスの愛称でもあるなお郵便切手の表面に 日本郵便と表示されているように、日本郵便の後そのものは、日本政府直営の時代から使用しており、郵政民営化以に新たに用いられたものではない。第180回国会で成立した、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の規定により、2012年10月1日、郵便事業株式会社は、郵便局株式会社に吸収合併されて消滅し、 郵便局株式会社は、称号を、日本郵便株式会社と改めた。これに伴い、郵便事業の支店周配センターは、郵便局となるが、独立した郵便の拠点の一部は、名称が変更された、郵便局名内紙は、郵便局郵便分室、郵便局周配分室となった。なお、和歌山県北山村は民営化時点では、東海支社のエリアであったが、 村内の集配事務を行っている大沼集配センターが2008年11月1日より東海支社熊野支店から近畿支社キー勝浦支店の管轄に変更されたことにより例外扱いは解消された民営化に向けた施策の一環で旧校舎時代から集配拠点の再編を行っているそれが集配郵便局の統括支店 支店課と集配センター課で4696あった集配局を統括支店、支店1093と集配センター1048に統廃合した。これは集配郵便局が分社課で郵便局会社と郵便事業会社に分離されたのと郵便事業会社の効率化を行う必要があったからである。統括支店や支店では郵便物の区分や収集、 配達作業を行い、集配センターは、統括支店や支店で、配達順に区分された郵便物の配達を行う。しかしながら、統括支店、支店にならなかった郵便局では、悠々窓口の廃止や営業時間の短縮といった影響が出てきている。なお、集配センター域内で、郵便ポストに投函しても消員は支店のものとなるため、 広域な配達区域を持つ支店の場合、どの市町村で投函されたのかわからないことも生じる。また、地形上の理由、運送上の理由により、他県の支店が管轄している場合がある。かつては、下記の地域でも、地形上の理由、運送上の理由により、他県の支店が管轄していた。民営化後は統括センターは70の、統括支店1023の、 支店に分けられ、配達センターは支店のもとに属する集配センターに組織変更された。なお、ゆうちょ銀行とかんぽ生命保険では支社を設けず、各地域に直営店をその代わりとして設置したが、郵便事業会社は郵便局会社とともに、旧校社からそれぞれ支社を引き継ぎ、本社支社、統括支店、支店、集配センターの4内し5階層の組織となっている。 地域によっては、統括支店が直接集配センターを統括する場合もある。2010年7月1日付で JPEX プレスの事業を譲り受けしたことに伴い、UPAC 専門の拠点となるターミナル支店が新たに設置されたが、当該拠点には、悠々窓口は設置されず、ターミナル支店自体の多くも2011年8月28日に廃止となった。 2010年7月1日に新設されたターミナル支店については、後日以下は j p エク x プレスの事業の譲り受けに伴い、2010年7月1日に新設されたが、2012年5月現在、埼玉ターミナル支店の未郵便事業、新岩月支店として存続。千葉西ターミナル支店は2012年2月12日。 それ以外は2011年8月28日にすべて廃止。また、上記の他にも同様の経緯により2010年7月1日をもって日本通運 JP エクスプレスから郵便事業に承継されたターミナル施設で単独の支店ではなく近隣の統括支店の分出等として開設されたものもあったが、これらの多くも2011年8月28日以降、 廃止となった。民営化から間もない2007年10月5日、日本郵政と宅配便業界、第3位の日本通運が、宅配便事業の統合を含めた包括的な業務提携を結ぶことで合意し、基本合意書を締結したことを発表した。その時点での合意事項は以下の通り、2008年8月28日には、株主間契約の締結について、 強引に達したことが発表された。それによると、この事業統合の狙いは、効率化を図り、業界内での競争力を高め、圧倒的なシェアを誇る大和運輸や佐川急便と対抗する点にある。両者は、急校車時代から、コンビニエンスストアでの U パックの集荷や、スキーゴルフ用具の配送などで連携してきた経緯がある。日本郵便は、 全国各地の郵便局ネットワークを生かした物流網を持ち化措置などでの配送に強い一方、郵政3事業が解体されたことで貯金、保険の儲けで郵便の赤字を埋めることができなくなり、新たな収益源を求めていた。他方、日通は企業向けの配送にしいが、宅配便事業では遅れを取り、会社全体の足を引っ張る格好となっていた。今回の統合は、 互いの長所で互いの短所を埋め合わせるものとなったが、ヤマト運輸などは民営化された現在でも民業圧迫だとして JP グループを批判しており、公正取引委員会などに異議申し立てが行われた場合、統合が白紙撤回される可能性もあるだけに今後、具体化される統合計画の中身が注目されている。郵銀行と生命の場合と異なり、郵便事業、 郵便局に関しては現時点では完全民営化の予定はなく一定の割合で国が関与することになっている。しかしシステム統合などに手間取ることから2009年4月1日の j p エクスプレスの事業開始時点では日通の当該部門のみを移管し JPEX での約半年間の暫定ブランドとして j p クスプレス宅配便ペリカンビンを使用し 2009年5月末までをめどに統一ブランド名を設定した上で2009年10月1日までに郵便事業側の荷物の部門を移管し JP エクスプレス宅配便としての統合ブランドでサービスを行うことを予定していたが2009年9月11日の時点で総務大臣の裁定が見込めないことから同時点では統合スケジュールは未定となっていたただし 2009年10月より、ベリカ官ン民ンに関わる一部の集配業務を郵便事業が受託する方式を取る形となったため、それを統括する j p エクスプレスの広域支店という組織が新たに各地に配置され、おおむね郵便事業の統括支店に併設されていた。なお、北九州支店や川崎港支店など、郵便事業の統括支店であっても、JPEX の広域支店を併設せず、 別の郵便事業統括支店に併設された広域支店が管轄、川崎広支店の周廃エリアであれば、横浜神奈川支店に併設する神奈川統括支店神奈川広域支店がそれぞれ管轄するとすることでカバーするケースもあった。その後、統合のスキームは JPEX の事業を郵便事業会社に統合する形に変更され、2010年7月1日付で、 JPEX の宅配便事業と郵便事業の UPAC との統合を実施。同年8月31日付で JPEX は解散し生産法人に移行した。詳細は j p エク x プレス及び UPAC を参照。郵便物の輸送は国営当時から郵便物運送委託法等に基づき各地の輸送機関への委託が行われていた。 郵便自動車最大手だった日本郵便低層は太平洋戦争勃発に伴う戦時体制下で郵便トラック事業者の統合が進められ1942年に発足したもの民営化後に子会社化が図られ完全子会社である日本郵便輸送となったまた日本郵政公社時代の2003年4月からは 委託業者選定に競争入札を導入し、応札内容の審査についても価格面を重視する方針とした。その結果、新規参入事業者の増加を見ている。委託事業者の状況については、関連法人に関する日本郵政株式会社の報道発表資料及び、各事業者の公式ウェブサイト等も参照。航空郵便については、航空扱いを参照。 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令当時は塩沢郵便局内に所在。跡地には郵便事業春見支店京橋分室を設置。2012年10月より春見郵便局京橋分室。跡地には郵便事業富山南支店富山駅前分室を設置。2012年10月より 富山南郵便局富山駅前分室日本郵政株式会社と日本通運株式会社との基本合意書の締結に関するお知らせ日本通運2007年10月5日日本郵政株式会社と日本通運株式会社との基本合意書の締結について日本郵政2007年10月5日郵便事業株式会社と 日本通運株式会社との宅配便事業統合に係る株主間契約締結に関するお知らせ郵便事業2008年8月28日2003年6月18日付日本経済新聞の記事より2003年7月15日付日本経済新聞の記事より2003年8月9日付朝日新聞の記事より 2007年11月13日付へプレスリリース、郵政事業の関連法人の整理、見直しに関する委員会第3次報告について及び2010年5月7日付、プレスリリース、いわゆるファミリー企業と報じられている法人への対応について、お参照。上記のように、郵便事業に対しペリカンビンに関わる集配業務の一部を委託していたほか、 事業統合が進捗していない段階では、都市部等、従来より郵便事業が委託を行っていた地域を中心に、郵便事業からの U-PAC 周廃業務の受託を行っていた。2004年3月18日付西日本新聞の記事より、岡山郵便輸送が解散、ロージスティックステで2017年6月23日、北海道郵便運送、北海道エアメールを合併。 ロージスティックステリー2018年6月26日竹長屋が自己破産申請物流ウィークリー2020年7月13日ありがとうございます